ちょっと不安だったので、まあ、先日 E プラスの方にお電話させていただきました。はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、藤井風さんのアリーナツアー2022年23年に行われるものですねのチケットの申し込みについてたくさん僕にお問い合わせいただいたんで、僕の分かる範囲でお答えしていきたいなと思います。あとちょっと E プラスの方に確認した事項とかもありますので、ぜひ最後まで見ていってくださればなと思っております。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もし少しでも気に入ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。藤井風さんの、アリーナツアーのチケットの情報がたくさん出回っておりますが、皆さん申し込みされましたでしょうか？僕はねちょっとまだ迷っているので申し込みはしてないんですけども、まあ以前のツアーであったりだとか、あとはパナソニックスタジアム今月の分とかのチケットの時もですね、あの動画撮らせていただいて、前回と違う部分とかがあったりしたので、まあ、皆さんから質問がありましたので、それをちょっと答えていきたいなというふうに思っております。でちょっと注意事項なんですけど、これはあくまでこうだと思いますよ、こうですよっていうところで、僕がこうこうした方がいいとかっていうことは全くないので、それだけご了承ください。はい、まず一つ目、これが一番多かったんですけども、複数会場応募 OK ですかっていう質問がありました。でこれちょっと僕も文面読む限り OK だろうなと思ったんですけど、ちょっと不安だったので、まあ、先日 E プラスの方にお電話させていただきました。で複数会場の応募 OK で、複数会場を当選する可能性があるそうです。でというのも、これはさっきも言ったんですけど、このことがちょっと皆さんの中でもモヤモヤするかなっていうのがあって言うか迷ったんですけど、事実としてはそうっていうふうにお伺いしてます。で、まあ、実際にそのいろんな公演を応募しないべきだするべきだっていうのはちょっと僕からは何も言わないですけど、こういう事実だそうなので、まあ、それを踏まえて皆さん応募どこするかっていうところを検討していただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。でただし同会場で当選は1ですね。だから A 会場っていうところに第1希望で1日目、第2希望で2日目を書くと、2つ1日目も2日目も当たる可能性っていうのはないっていうところですね。それぞれの会場で抽選が行われて、会場ごとに当落が出るといった形です。なので複数会場を応募しても特にキャンセル取り消し扱いになるみたいなところはないそうです。で、まあ、これはなんで取り消しになるみたいな話が出てるかっていうと、おそらく、ホールツアーの時にはもう1会場しか当たりませんよっていうところでお話あったと思うので、そこがちょっと話混乱してるのかなと思うので、まあ、そこはちょっとクリアにしておきたいなというふうに思っております。はい、続いての質問、通信紹介が不安です。初めてのスマチケ挑戦予定ですという方からですね、っていうふうに問い合わせというか質問いただきました。でこれは確かに、まあ、可能性としてはゼロじゃないです。ライブ当日通信障害になってってところはゼロじゃないんですけども、僕、まあ、風さんのライブもそうですけど、他のバンドのライブとかスマチケで入場してて、おそらく50回ぐらいは入場してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、今まで通信障害で困ったことは一度もありませんでした。で実は本当は1回だけあったんですけど、1回僕の携帯のSIM カードがですね、データの低速でうまく低速の状態でうまく通信ができなくて、まあ、僕の問題なんですけどね、表示されなかったんですね。でその時はちょっとスタッフさんにお声掛けしたら、Wi-Fi でこの Wi-Fi 使ってください、で画面表示してくださいっていうところで案内いただきました。でそれで入場無事できることが無事入場することができたので、まあ、基本的には大丈夫、申し込みがちゃんとできれば大丈夫なのかなっていうふうに思っております。で本当に心配だったら、例えばソフトバンクの SIM と AU の SIM を持っとくとかっていうのが、
まあ、ベターなんでしょうけど、僕個人的にはそこまでする必要ないかなっていうふうに思っておりますので、まあ、まあできることであれば、まあ、スマホの、充電器を持っておくぐらいが、まあ、心の余裕になるかなと思うので、まあ、ぜひ当たった暁にはですね、まあ、充電器の購入とかを検討するのはいかがかなっていうふうに思っております。それぐらいかなと思います、できることはね。続いての質問ですね。第一希望と第二希望で会場を変えたい、例えば第一希望横浜、第二希望埼玉みたいな感じで申し込みできますかっていうふうに聞かれたんですけど、僕これできないと思ってて、システム上の入り口がどの会場でのチケットを何枚入り、いりますかみたいなところのボタンが表示されると思うので、会場を超えて、会場の垣根を超えての第一希望第二希望っていうところはできないと思ってます。なので、まあ、横浜に申し込んで埼玉に申し込むみたいなところはシステム的にもその今回の制約的にもできるんじゃないかなっていうふうに思ってますので、まあ、それで申し込むのがいいかなっていうふうに思っております。続いてこれも多かったですね。まあ、2枚取る方だと思うんですけど、申し込みした方とあと同行者どちらかが体調を崩した時にチケットを譲れるかっていうところ、どなたかに譲れるかっていうところですね。で、基本的にはこれ無理です、ダメなんですけど、っていうのは、まあ、転売の可能性があるっていうところで、書いた名前の人しか入れませんよっていうところがあります。ただし、まあ、トレード、今までだとトレードっていう制度がありました。で、今回のトレードっていうのはまだ発表されてないので、まあ確かではないんですけど、おそらく今回もトレードあるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、前回のホールツアーのちょっとトレードの要項を、まあ、抜粋したんですけども、その公演の2週間前くらいに申し込み期間っていうのがあって、どうしても、まあ、都合がつかないとか、まあ、体調不良でっていうところで、行けなくなった方はトレードっていうのに申し込みすることができます。で、1枚の方は、まあ、その方が行くか行かないかなので、まあ、行けなくなったらそのトレード期間に出すっていうことができると思うんですけど、2枚の場合が少し注意かなっていうふうに思ってて、まあ、購入者と同行者2人あって、まあ、3パターンあると思うんですね。1つ目のパターンがどちらも2人とも行けなくなってしまった、これは2人ともトレードに出すことができます。で、2つ目のパターンがですね、購入者はいけるけど同行者がいけなくなった、このパターンは同行者、の方だけチケットを、トレードに出す、これは OK です。ただし3つ目のパターン注意ですね、購入者がいけなくなって同行者だけ行きたいみたいなパターンは、前回のホールツアーのトレードだとダメだったので、まあ、行けなくなる可能性が高い人は同行者で申し込みをしておいた方がベターかなというふうに思っております。今回のトレードはまだ発表されてないので、まあ、どういう形になるかはちょっと分かんないんですけど、前回のホールツアー、今年のホールツアーはこんな感じだったので、まあ、できたら購入者の人は行ける可能性が高い人で、同行者の人はちょっと行けない可能性が出てくるかもなっていう人は同行者で申し込むっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思っております。続いて、アクセスしやすい会場はっていうことで、これちょっとね一本動画にできるかなと思ってて、各会場のアクセスとか、あとはなんかこうアクセス、まあ主にアクセスですねとかキャパとかまとめた動画を作ろうと思っておりますので、ちょっと詳細お待ちいただきたいんですけど、パッと見た感じ僕横浜かなっていうふうに思ってます。横浜だと新横浜の駅から徒歩で行け、僕も去年のアリーナツアーですかね、風さんのヒートツアー行ったんですけど、横浜の、新横浜新幹線で行けるので、まあ、新幹線が近くにある都道府県の方はアクセスしやすいんじゃないかなっていうふうに思っております。それ以外ちょっと行ったことない会場もあるので、パッとね横浜はアクセスしやすいんじゃないかなっていうふうに思っております。詳細はさっきも言ったんですけど、また動画でまとめます。で、次、2人会場違いの申し込み者と同行者を入れ替えるパターン、これは大丈夫ですかっていう質問があったんですけど、これは大丈夫だと思います。僕のイメージでは例えば大阪とか横浜っていうリストが1枚あって、そのリストの中に申し込んだ人同行者関係なく名前を書いていくイメージなんですね。で、
まあ、同行者であれ申し込み者であれ2回、そこの会場のそれぞれの会場の名前に2回名前を書いちゃうと抽選できなくなる。例えば大阪に、購入者として名前を自分の名前を書きました、申し込みました。でもう一個同行者、他の人の友達、他の友達との、同行者として名前を書きました、まあ、申し込みましたってなると×なんですけど、例えば大阪に、申し込みしました、次横浜に申し込みしましたってなったら、そのそれぞれの会場リストの中に自分の名前1個ですよね。それだと弾かれないんじゃないかなっていうふうに今回の要項を見ると思っておりますので、まあ、入れ違い、会場違いだとまあ、どんな申し込みの方法をしても自分の名前が1回申し込みするっていうところでは問題ないんじゃないかなっていうふうに思っております。続いて、当選して天気とか交通で行けるか心配ですっていう質問というか相談がありました。これはねちょっと早めに現地入りするしかないかなっていうふうに思っております。今回風さん のライブで北海道はないんですけど、以前僕北海道1月の十何日かのライブに、サカナクションのライブだったんですけど、行った際に本当に大雪で全部飛行機止まってて、どうしようどうしようってなって、違う飛行機をなんとか朝一ね、めちゃめちゃ朝4時起きとかで空港に行って、どれでもいいんで入れてくださいって言って高い値段を払って飛んだ記憶がありますので、まあ余裕ある方は現地に早めに入っておくのがまあいいのかなっていうふうには思っておりますが、まあ、ちょっと交通とか天気とかですね気にかけて遠征する方は考える方がいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で最後ですね、日本以外の国で住んでいるが申し込み可能かっていうところですね。これはおそらく僕ちょっと日本に住んでるのでわかんないんですけど、おそらく日本の携帯番号があれば申し込みできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。今回、まあ、基本的にはスマチケで申し込みしないといけないと思うんですけども、スマチケの申し込みが電話番号必要になってくるんですよね。なので、まあ、日本の電話番号があれば申し込みできると思ってます。っていうのも思ってますっていうのが、他の国から例えば韓国だとか他の国からその画面にアクセスした時にどういう表示になるか僕じゃ確認できないんですね。なので日本の携帯番号があれば申し込みできる可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ってるので、ちょっと海外在住の風さんのファンの方はそちらでちょっと見ていただければいいんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、以上ちょっとざっとね質問にお答えしました。ちょっとうまく喋れたか自信ないんですけども、皆さん の課題というか疑問解決できましたでしょうか。もしね少しでもお役に立てたらなっていうふうに思っております。でですね、このチャンネルでちょっとどの会場に皆さんが申し込みするのかみたいなところのアンケートを取らせていただいてます。もしね5分ぐらいかかると思うんですけど、5分弱ですかね、ご協力いただけるという方はですね、ぜひ説明欄のところからリンク飛んでいただいて回答いただければなというふうに思っております。その結果は、まあ、もうそろそろ集計して、まあ、今週中には動画出そうと思っておりますので、ぜひご回答のほどよろしくお願いします。てなわけでちょっとねいろんな話、ちょっとスマチケで慣れない方も多いと思うんですけど、ぜひ皆さんでちゃんとね申し込みしてちゃんと行きたい公園に行ければなっていうふうに思っておりますので、もし少しでも役に立ったよって方はですね、ぜひチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。これからも風さんの、まあ、チケットの話もそうですし、それ以外の話もそうですけども、動画上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。では本日は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。